皆さんこんにちは、親子どんのすけです。突然ですが、エーペックスの強キャラといえば何が思い浮かびますか？最近はホライゾンだったりシア、それにバルとか、あと人気キャラだったらオクタン、レース、ブラハーみたいに思い浮かぶ人多いと思うんですけど、エーペックストラッカー見てみると明らかにそんなに人気じゃないでしょって感じなのに、やたら順位が高いキャラがいます。なんとプレマス隊だとシアに並ぶ順位、そのキャラ、はい、バンガロールです。まだまだブラウザバックしないでください。このもじゃもじゃおばさんマジで強いんで、ぜひ試合の方の解説見ていってください。特に終盤の方結構強み出てると思うんで、ぜひチェックよろしくお願いします。はい、それでは試合の方見ていきましょう。今回はプラチナ対デュオでやってますね。まず初動ドライガルチの方に降りていって、敵と被っているという状況です。で、降りていって初動モザンビークがあったので、これで戦っていきましょう。左から音聞こえたんですが、正面にも敵がいるのでこっちは対面削り合って、アーマー着替えて詰めていきます。でね、バンガロールね、駆け足っていうパッシブがあって、こういう近距離の打ち合い、ショットガンとかサブマシンガンだと元の移動速度が 30% もアップするんで、ああいう近距離のレレレ対面めちゃくちゃ強くなります。近距離の打ち合いが苦手っていう人はバンガロール使うのもありかもしれません。なんか個人的に昔からエーペックスやってる感想なんですけど、バンガロールと対面するとき駆け足でめちゃくちゃ足速くなられるんで、 A マシスト剥がされる感覚があるんですよね。正直スキル使いこなせない人でもパッシブがただただ強いんで、近距離の被弾抑えたい人はおすすめです。はい、それでは次の戦闘、生産工場の方で打ち合っていたのでこっちの方にギョフリに行ってます。まず左の方から敵の足音聞こえたんで、こいつらと打ち合っていきます。ただちょっとね、エイム頑張ってますね。で、一旦バッテリー巻こうと思ったんですが、敵フリーで走ってるので撃ってみたんですけど、はい、これなんとミラージュでした。完璧に騙されましたね。で、今の場面なんですけど、しれっとバッテリー巻きながら僕耐えてたと思います。こういう安全に回復できるっていうのもバンガロールの強みです。で、屋上の方に敵が映っているのでウルト使って下ろしていきます。バンガロールのウルトはジュブのウルトみたいに敵を下ろしたり分断するときに使うのいいかもしれません。ただジュブのウルトと違ってだいぶ癖強いんで、使い方とかは後々紹介していきます。で、今しれっと後ろで2人倒して壊滅。自分たちが漁夫に入る形だったのでローの部隊簡単に倒せましたね。で、味方がダウンしてるんで起こしに行きたいんですけど、こういう時に活躍するのがスモーク。スモークで相手が来る車線切ってあげて起こさせることができます。これがね、バンガロール強い点ですね。この車線切れるっていうのは個人的にはフルパでも強いんですけど、ソロデュオとかの完璧に味方を信用しきれてない時とかってやっぱりあると思うんですよ。そういう時にスモークで車線切ってあげて自分が詰めるみたいな戦い方ができるのでいいですね。で、さっき漁夫って倒せなかった、まだ3人残ってるパーティーがいるのでこっちと対面していきます。右の方にピンが立ってて、右の方味方見てくれてるので左の敵と頭出しで対面。生産工場や鋳造場でファイトするとき、この頭出しマジで強いんで絶対覚えておいてください。で、今回は引こうと思ったんですけど、目で車線切る前に倒されてしまったので、一旦味方に起こしてもらって戦況立て直していきます。で、その間に味方がダウンしてしまって核まで取られてしまったので、人数不利の戦いやっていきます。で、人数不利の時の方がこういうバンガロールとかジブラルタルみたいなキャラ結構活躍しやすいんで、考え方紹介しておきます。まず回復巻いて、次の場面ですね、こんな感じに右側にスモーク焚くことによって右からの車線切って前に詰めやすくしてます。正直ジブのドームとかだとこういう使い方もったいないんですが、バンガのスモークは2個まで焚けるんで、こういう雑な使い方でも十分強いです。なんでこういう車線の切るために使うっていうのと、あとさっき話してた回復とか味方蘇生する時のスモーク、あと単純に相手に直焚きして詰めやすくするスモーク、こんな感じのスモークを覚えておけばだいぶバンガロール使いこなせるんじゃないかなと思います。で、味方がドーム焚いてくれたんで、そのまま前出てって、もう敵激浪なんで詰めていきます。で、ドア割って倒し切ります。で、味方が後ろの方でヘイト買ってくれてるんで、そっちのカバー向かいます。で、 2v1 なんですが、相手のミラージュ割ることができて、こっちダウン帯があるのでアーマー的には合格ですが、別から EMP 飛んできたので相手ちょっと引いてますね。で、その間にダウンした味方起こして、さらに別と戦っていきます。パーティーの味方のバーナー取り損ねちゃったんで、ここからはノラの味方とデュオで頑張っていきます。別パのパスと対面していきます。相手結構詰めてきてくれたんで倒したいですが、ここ倒しきれなかったので速攻アーマー抜いて
はい、この場面ですね、一旦ストップしてるんですけど、この左側から味方が行っているっていうのが画面を見ればわかるので、自分は右から射線を組みに行きます。そうすることでフリーで味方がヘイト買ってくれる敵を倒しきれますね。これ声大にして言いたいんですけど、こういうソロランとかデュオランは特に味方の矢印がどこに向いてるかとか、ミニマップは見れずとも画面の端の方に映っている味方の位置、これをできるだけ確認しておくっていうのが大事です。ただね、ずーっと見て把握していくっていうのはきついんで、味方と一緒に詰めたい時とか味方と防衛したい時っていうのは特に見ること意識してあげてください。ちょっと噛んだ。はい、ここで左から射線組んで戦っていきます。で、今足元に木体で詰めてるっていうわけわからん行動してるんですけど、これはちょっと下手くそです。やめましょう。今の振り返るとしたら、相手の頭出しの方に木入れて左の家の中の敵と撃っちゃうっていうのが最適解ですかね。だいぶいい感じに敵倒せてて気持ちよくなってました。で、一旦巻いて逆サイドからもう一度詰めていきます。で、この場面なんですけど、相手が詰めてきてくれますね。一人140入れて、もう一人もガツガツ詰めてきてくれます。で、そのタイミングで味方のカバーも来て、このパスファインダー倒しきることができましたね。で、さっき詰めるときは射線切って詰めましょうみたいな話してたと思うんですけど、射線切って詰めてあげないと今の敵さんみたいに味方のカバーを許してしまうことになります。そういう意味でやっぱり相手の射線切れるスモークは優秀ですね。それでは次の場面見ていきましょう。ドライガルチの方に戻っていて、橋上の敵と対面していきます。削り合って一旦バッテリー巻いてちょっとイントネーション変だったな。ウルト打ち込んでいきます。バンガロールのウルトって割と防衛に使う場面多いんですけど、こういう橋上とか長い道だったら割と強いですね。で、ウルトで相手のローバー分断することができたので、こっちの方に詰めていきます。で、ちょっとエイムがばっちゃうんですけど、倒しきって角まで入れて雨抜いていきません。で、もう一度さっき爆撃入れた端の方を目指していきましょう。で、 G7 で少し削り入れて詰めていきます。で、相手からしたらこっちの人数多分ちゃんと分かってないと思うんで、一人やられてしまった敵さんからしたら3人で詰めてこられると思っているはずです。その心理的状況を生かして、こっちが3人だってバレる前にどんどん圧力かけてしまいましょう。なんかメンタリストみたいですけど、 Apex 意外とそういうところ大事ですからね。で、心理的に有利取ってるっていう、ちょっとわけわからんことを言ってるかもしれないんですけど、そんな感じの状況なんで、どんどん圧力かけていきます。そうするとね、相手はね、どんどん引くしかなくなってくるんですよね。で、どっかで引いていくとボロ出るんで、ボロが出たタイミングで倒しきります。さすがにプレマス隊とかになってくると、こういう感じの人いなくなってくると思うんですけど、プラチナとかダイヤ隊とかだったら、相手がガンガン詰めてきてると、それに押されて引いちゃって、どっかのタイミングでボロ出て倒されちゃうっていう人本当に多いと思います。なんで今の自分たちみたいにガンガン詰めてくる相手に対しては、ちょっと中距離とかで待ち伏せしてダメージトレードちょっと勝ってから引くみたいなことしないと負けてしまいがちです。で、今自分たち一応人数2人しかいないんで、別のポジション取りに行こうかなって思ってたんですけど、エリア端の方にも敵がいたので、そっちとちょっと対マンしていくことになります。で、今回はちょっとあんまりうまくいかなかったんですけど、このサプライで頭出しするのめちゃくちゃ強いんで、この打ち合い方覚えておきましょう。で、自分たちは人数2人しかいないんで、もう引くしかない状態ですね。で、さっきみたいにまっすぐ引くとやられてしまう可能性が高いんで、ちょっと打ち返し狙いに行ってますが、これミラージュでしたね。でも味方がウルト使ってくれてるんで、これに乗じて引けそうです。で、このままどんどん引いていきます。やっぱりさっき話してたみたいに、ただただ引くんじゃなくて、ちょっと打ち返したりアビリティ使ったりしてから引いてあげましょう。で、まだまだ詰めてきそうなんで、遮蔽物使って1人削って、もう1人も削って、相手がこっちの方に詰めてこれないようにずっと見張っておきます。ただ相手めちゃくちゃ人数使ってきて、こっちも削れてはいるんですけど、ガンガン前の方に出てきてしまっているので、別の方に引こうとしていますね。一旦バッテリー巻いて、相手からの射線切るように木を入れて引いていきます。バンガーのスキルは基本的に攻める時より防衛する時とか逃げる時に有効なんで、こんな感じで逃げる時にウルト置いて逃げるっていうのも全然ありだと思います。これで相手完璧に分断できて、しっかり引けてますね。で、相手のホライゾンが負けじとリフト使ってこんな感じで射線組んできたんですけど、 G7 で殴り返して、一旦アーク入れて中で巻いていきましょう。で、バッテリー巻き終わって、さっきの敵詰めてこられると厄介なんで、別の逃げるポジ探してますね。で、別の場所ちょっとポジション変えようかなって思ったんですけど、こっちの左上の丘の方に敵がいるので、
今挟まれてしまってる状態でなかなかポジション変えるのがきついという状態です。なんで一旦今の家戻って様子伺っていきましょう。今ねこんな感じに正面にも敵がいるし後ろの方にも敵がいる、挟まれてしまっている状態ですね。だいぶ厳しい状態なんで一旦ノラの味方にいろいろ報告入れていきたいところです。割と自分ソロランドがデュオランやるときこんな感じにヤバいとき用に VC つけて、ヤバくなったらこっから降りましょう。ヤバくなったらこんな感じに絶対意思疎通取れるように一言 VC 入れとくなかなかいいですね。本当に有効です。ただね最近 Apex やってて思うんですけど、マジで日本サーバーなのに中国の方とか他の国の方が多いんであんまり日本語通じないことが多いんですが、一言 VC 入れたりチャット入れるっていうのはこういう時超有効なので絶対覚えておいてください。で最初のプラン通り耐久しようと思ってたんですけど、正面の敵こっちが二人だってバレて詰めてきたんで一旦さっき話してたみたいに降りていきます。でもし今の3対2に勝ててたとしても後ろのパーティーに魚振られてしまうのであそこで戦うのはだいぶ損です。でちょっと削り返して一旦回復巻いていきましょう。で今自分たちは2人で人数不利強いられてる状態なので、できるだけ他のパーティーから距離を取って他のパーティー同士を当てられるように立ち回っていきます。で今回はこっちの奥の方もアンチ入っているので奥から圧力をかけて敵同士を当てて遠距離で倒していくという作戦を取ってますね。でこっちの奥の方にも敵一人いたらしいんですが、バルキリーで飛んできてくれましたね。で最終決戦が結構混戦になる予感がしたのでオープン VC の方に切り替えておきます。本当にソロランしょうもない負け方したくない人だったらこういう時だけ VC つけるっていうのはやっぱり大事ですね。でさっき自分が考えてたようにやっぱり敵同士が当たり合ってくれているのでここから削り入れてキル狙っていきます。あいつめちゃくちゃいいキャラもしてますね。削り入れるんですがちょっとあんまり入ってませんね。で本当にひたすらひたすら削っていきます。アンチによって移動してきた敵倒しきって一人ダウンさせたので詰めていきましょう。左から射線通してローの敵倒しきって右から味方が削ってくれていそうなのでこっちの敵も対面していきますが倒せなそうなので速攻足元木体で相手の射線切って味方の方に合流します。今みたいにね駆け足とスモークの組み合わせがめちゃくちゃ強いんですよね。個人的な感覚としてはレースよりかはやっぱり引けないんですけど億単ぐらいは引く能力高いと思います。で相手倒しきって正面の敵と削り合ってこっちの方が先にアーマー抜いて倒しきります。でもう一回アーマー抜いて最後のパーティーですね。人数は2対3でちょっと不利なんですけど頑張っていきましょう。ちょっと最初のコンタクトミスりましたね。で画面上の矢印で味方が左から射線通してくれてるの分かっているので自分は右から射線通していきます。この人倒しきれればワンチャンあるんですけど、うわごめんこれ負けた。右側の射線ケアしきれてなくて射線通されて負けてしまいましたね。今のちょっと自分のミスなんですけど右側にスモークとか焚いてればもしかしたら倒しきれたかもしれません。いや最後勝ちたかったですね。ということで今回の動画は以上になります。結構バンガンの強みうまく解説できたんじゃないでしょうか。はい、4500ダメージということで今回の動画は以上になります。何か参考になったらグッドチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。バンガロール使って楽しくエフェクスやっていきましょう。それでは以上、親子ゾンノスケでした。